汚いワンピース。めっちゃ汚いワンピース。全然大丈夫です。大丈夫。優しい。適当言ってる。はい。スペが改装しましたね。はい。はい。めっちゃ綺麗になりました。全然見えないけど。クラック。クラックね。クラック。もう結構。え？がっつり。結構クラック。焦げ茶。あ、一応、姫様ちょっとお伝えしないといけないことが、その後はしばらくは明るくするのが難しい。うん。本当に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 ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサーで。本当ですか？うん。大丈夫です。わかりました。わかりました。すごい黒執事みたい。差し詰め登録ちゃんがそうシエルでございます。じゃあこのままの方が近いんじゃん。契約しちゃうな。しちゃうな。あくまでも羊ですから。染まってきてる、染まってきてる。もう黒いもん。最近なかった頭のカラーリングの色ですね。あ、楽しみ。松岡さん、喋りの人だと思われてるからたまには仕事してるところも取っとかないと間違ってはないですね。動画見てていつも喋ってる喋りの達人みたいな。はい、というわけでもう黒に近い茶髪にしてきました。まあ、私の髪質的に多分すぐ抜けるのでもう結構こう暗めにしてもらったんですけど、ここまで暗い髪にしたということで、メイクをね、研究していきたいと思います。今お風呂入って、なんだこれ？めっちゃ汚い。なんだ？なんだこれ？汚い！紙粘土みたいなやつがついてる。今お風呂に入って、綺麗に一旦してきて、もう一回メイクする。でもね、この深夜のメイク研究で、あ、全然深夜じゃないんだけど、今21時なんだけど、この夜のメイク研究で意外とすごいことにね、気づけたりするから、朝はさ、全然時間なかったりとかするじゃん。だから、この時間がね、意外と狙い目だったりするんですよ。今は、ケランの下地を塗っております。次は、シャネルのファンデーションを使います。最近買った。うわー、すごい漏れちゃってる。もう、大変だ、これ。顔の中心のところに乗せて、そこからバンバン広げていきます。結構これ塗ってる時はすごい白いって思うんですけど、メイクしたら割と馴染むので、ここにさ、ニキビがさ、あったんだけどさ、跡が残っちゃったんだよ。これどうしたらいいんだよ。ちょっとアイシャドウを先に塗って色を見てみて、どんな感じにするかを決めたいと思います。まあ、黒髪にすることってなかなかないので、ちょっと大人っぽい感じのメイクにしようかなって思ってるんですけど、新品のジェバンシー、ル・ヌフ・ジバンシー03アイシャドウです。こんな感じの色味です。コスメカウンターのお姉さんが選んでくださいました。これを割と濃いめに塗っていきたいと思います。あ、カラコン、どうしよう。カラコン一旦する？一旦ティアモの色素薄くなる系のカラコンをつけてみたいと思います。つけました。ちょっとでも黄色っぽい感じのブラウンですね。どうだろう。ちょっと合わなかったらまた考えます。どうしようかな。最初、まあ、ベース的な感じで、白の、これを塗って。わ、すごいね。発色が。この上に他の色塗ったら、めちゃめちゃ綺麗に発光、発光じゃない、発色しそう。ちょっと入れすぎ？濃いめに入れていきます。暗い髪って、やっぱ落ち着くよね。風髪さ、するとさ、あ、これこれって思うんだけど、暗い髪やると、やっぱちっちゃい時ってさ、ずっと暗い髪だったわけじゃん。だからすごいしっくりくる。若干、いつもよりも、吊り下がって、違う、吊り上がってる感じで。こんな感じで、こうやって伸ばす入れ方で入れていきます。あとこのバイオレットみたいな感じの色と、ちょっと派手な赤み、紫みを含んだ茶色みたいのがあるんですけど、これがね、こんな感じなんだけど、なんかさ、意外とすごい可愛らしいカラーじゃない？このパレットを見る感じよりは、ピンクちょっと入れてみようかな。この、ところに重ねて、若干ピンクみを感じる感じにしましょうか。涙袋の線を描きたい。ちょっとクール系の、
目にしようと思うので、涙袋若干狭く描きます。ここにねコンシーラー入れます。ここのクマのとこと鼻の下とこか、ちょっとあと口の周りのくすみのあたりに気になるところに入れて、隠したいものを隠します。エレガンスラプードルオートニュアンス1、一旦お肌に蓋をして落ち着かせる。眉毛描いていきましょう。こんな感じ、ちょっとはっきりさせて眉山を若干高く取ってる感じです。まあ、下のラインはそんなに変えずに眉山で大人っぽさっていうのを作っていきたいと思います。眉山のところで上にぼかします。アイラインを描いていきたいと思います。本日はブラックを使っていきます。ワンデイタトゥー、ラスティングアイライナー。跳ね上げラインしたいときに、私急進顔なのでいきなりビャって跳ねちゃうと急進顔がすごい加速するんですね。ビャってただ上がって、こうここが印象がキュッみたいな感じになっちゃうので、私は一回横に広げます。そんでその後にヒュッ下げる感じ、あ、上げる感じにします。あ、いいと思います。こんな感じで大人っぽいアイライナーを、大人っぽいアイラインを描いてみました。ダブルラインエキスパート、これで二重の線を拡張していきます。私の二重はこの辺で終わってるので、ちょこっと付け足すと横に目が混ぜます。ドムランドの BT パレット、このゴールドを涙袋に入れます。あ、キラキラしてる、すっごいすごいね。大きい粒も乗せておきたいかなと思うので、大きいのもちょんちょんちょんと乗せちゃいます。次するべきは何か、まっすぐライン描いときますか。下まぶたの薄い色で若干試してみて、あ、いけそうって思ったら暗い色で入れてみたいと思います。こんな感じでまっすぐこっち側に向かって線を描きます。あ、いいんじゃないかな、そんな濃く入れなくてもいいような気がします。はい、そしたら、まあ、一通り終わらせてみようかな。じゃあ薄いブラウン系のチークを買ってきました。これもお姉さんに選んでもらった、まあ、軽く乗せていって全体に。最近ハマってるチークの入れ方なんですけど、同じチークをもうちょっと小さい筆、アイシャドウブラシとかにとってで重ねる、横に。これね最近すごい好きでやってる。中顔面長めなので、まあ、若干下この辺、鼻横ぐらいからこうぼやかしてこうなるように塗ってます。でハイライト入れます。こう目の下と眉の下の後ろの方、こうね C ゾーンね、こうつなげて軽くこの辺に入れます。ここも若干入れようかな、横振りでねちょっと広く見えるようになります。唇の上でリップが結構楽しみなんですけど、もう普段あんま買わないかなっていう色を選んでいただきまして、ちょっとどっか行っちゃったんですけど、探してみんな、あ、ここだ、プラントメローリップスソフトスエード8番。でポンポンと雑に塗ったら、私はこの境界をぼかしちゃいます。ちょっと内側に色足したいな。これどうだろうな、ロムアンドのゼロベルベットティント06ディープソウルで、あとはマスカラを塗っていきます。マスカラはいつも通りディアップのマスカラを使います。ここにさ3本くらいだけ描くといいんですけど、目が大きくなって、描くか、描いちゃおう。なんかさ、私さメイクするとめちゃめちゃ指汚すんだけど、これは何、どこで汚してんだろう。やっぱ
こういうところでね、あの料理とかもさ、あの料理のスキルは片付けでわかるみたいな言うじゃないですか。汚って、まあ、地まつげもなかなか伸びてるので、地まつげに沿ってちょっと長い毛を3本くらいこうやって描きます。で、その間っこからこんな感じで細かい毛を描いて終わり。はい、着替えてヘアセットまで終わりました。鼻の下かゆ。本当はガラッと雰囲気変えたかったので、巻き上げ、なんていうの、かき上げヘアとかしたかったんですけど、ちょっと前髪の長さが今までね、パッツンだったのでできずに、バームを使ってちょっと束感を出してみました。どうかな、みんなはどっちの方が好きでしょうか。また黒髪に似合うメイクとか研究していきたいと思うので、何があるかな、ちょっといろいろと模索してみようかと思います。今日は大人っぽい感じを意識してメイクをしてみました。なった、ちゃんと。こんな感じです。はい、というわけでまた風呂に入らないと。結構ね、自分好みにできたと思うので、ちょっとね、落とすのもったいないんですけど、またお風呂に入っていきたいと思います。じゃあ今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。